祝福の時で。うん。うまい。なんかさ、うおーイベ中に投げれないかもなんで、これあったら投げます。お食事中すいません。やったー匿名の方からおいがおいがおいがおらぶどうせ興味のとビルゲイツソフトバンクソンマダヨシありやすーありやすありやす新しいアカウントの方。うん、あれでも、あれこれ、もしかしたら、前っていうか、いっぱい投げてくれた方の別アカかな違うかな新たなアカウントですけど。別アカかななんかさっき、というか、いつも、なんか、いつもっていうか、たまにめっちゃ投げてくれたの別アカ違うかななんかちょっと似てる感じがするんですけど。あーちょー、やばい匿名の方やばいおいがおいがおいがアラブの説教ビルのビルゲイツソフトバンクさんちょーやばいあーやばいやばいおいがおいがおいがアラブの説教ビルのビルゲイツソフトバンクさんまだしやったやばいいや、新しいアカウントの方だけど、なんか、爆投げしてくれた方にちょっとアカウントがちょっと似てるから、もしかしたら同じ人、同一人物なのかはわかんないけど。まあ、違う人かもしれん。ちょっと似てるってだけで。うん、やったーやばいやりやすーやーばいあと匿名の方だっすやばいってすげー飛んでるよやばいええー、24,878円だった。ありがとうございます。ありがとうございます。これでより一層卵かけご飯が美味しくいただけます。あ、遠くめの音です。ああ、うまいわ。うまっ。格別だね、やっぱ。めっちゃこじった後の卵かけご飯はやっぱ格別ですよ。至高の一杯だ。格別やわ、マジ。超うまいわ。うまっ。もう一杯行こう。やべえ、ほんとありがたいわ。うん。ご飯。私は毎晩深夜まで残業してますが、慎吾さんに全く言いません。すごく悲しいです。いいですね。羨ましいです。うん、まあでも別に俺がすごいわけじゃないからね。投げてくれる人がすごいだけで。投げてくれる人がすごいだけで、俺がすごいわけじゃないんで。うん、で、別に俺がすごいわけじゃないから、今日はたまたま24万とか来てるけど、普通に2日前とか3日前とか3000ぐらいだったし。一日ね。うん。もちろん3000でもありがたいけどさ。でも、暮らしていくってなったら厳しいじゃない。うん、そもそもその人がすごかったら毎日同じ額稼げますよ。別に、配信者がすごいわけじゃないです。投げてる人がすごいだけなの。うん、だから、
自分に実力があるとかじゃないから、そうやって、ね、一日何十万稼げるときもあれば、一日ね、それこそ本当1000円もいかないときとかもあったりするわけですよ。うん、もうちょい醤油かけるか。なんかね、ふわっちで稼いでる人って、なんか、自分の力で稼いでって勘違いしてる人多分いっぱいいるけど、絶対そんなことないから、ね。なんか閲覧めっちゃ増えてない。爆投げされたからか。爆投げされて、なんでこいつ投げられてんだってね。来てんのかな。閲覧一気に増えなかったよ。あと誰か枠を割ってそれで流れてきたんか知らないけど。なんか閲覧めっちゃ増えてない。うまっ。めっちゃこじった後のやっぱ卵かけご飯はもう格別だわ。うまさ全然違うわ。うん、うまっ。延長はできないね、これ。これで延長精一杯なんで。一枠4時間までしか延長できないから、これでもう4時間枠なんで、やるんだったら次枠取らないと延長がもうできない。ふわっちは一枠 4時間以上延長できないから。完走しましたね。うん、次役取ります、うん、あ、てかそうだ、うん、てかこれコンビニ支払いしてこないといけないんだよね。まあ別に今日中だったら後でもいいんだけどさ。ちょっとコンビニ行かないといけない。まあ、多分ほぼ1位確定だとは思うけど、まあ一応ね、夜配信するけどさ、夜は絶対配信するけど、多分ほぼもう確定したとは思うけどね、さすがにここまで来たら、うん、また投げる人来るかも。いやー、どうだろうね。KZ さんもあさって、あ、総合ってこと、いや、さすがに総合は無理でしょ。うん、だって、まあ、今日投げてくれた人って、ほんと多分気まぐれみたいなところもあると思うし、あの人ってもう、なんか、定期的に投げられちゃう。俺って多分、今日こんだけ来ても、明日じゃあどうなるかって話だから。そう、総合はさすがに無理だと思うよ。だってこれ、総合なんて、1週間ぐらいの間でしょ、これ。多分7日ぐらいあるでしょ、前半とかつっても。それのさすがに上位は無理だと思う、うん、で毎日こんだけ投げられたら取れるだろうけど、だって今日こんだけ投げられても明日は多分来ないと思う、普通に、うん、総合は多分だけど取れないと思ってる、うん、取れたらすごいけど、まあ、今日のね、デイリー1はほぼほぼ確定だと思うけど。うん、
いやーどうしようか、次枠行きます？ちょっと一回でもコンビニ行ってきて、コンビニ行ってきてから次枠取るか。特にやることないんだけどさ、枠取っても、ま、あの支払いだけちょっとしてこないといけんから、ちょっとコンビニちょっと行かないといけない。うん、休みな、夜に備える。まあ確かにね、こっからにね、さすがに24時までフルで分回すの無理だし。まあちょっと休んどくのも手っちゃ手だよね、確かに。まあでも、多分夜取んなくても取れそうな気はするけど、さすがにここまで。まあでもちゃんと取るけどね、一応取るけど。確かに。じゃあちょっと休んどくか。ちょっとコンビニ行って、支払いして、じゃあちょっと休んで、また夜に備えますか、じゃあ。はい、じゃあちょっとコンビニで支払いしてきて、ちょっと休みますじゃん。確かにちょっと叫び疲れたのもあるから、ね。